This is a non-profit video. The following gameplay of One Piece Burning Blood is owned by the V-Jump YouTube channel. Please support the official release. I do not own this. Enjoy the video. じゃあ、いや今回はですね、今回は、はい、初回特典のね、水着美女5人衆、5人衆ですね、はい、水着対決を、そうですね、大人3人がね、水着番組ですね、大の大人たちがでも、ね、いや、みんな見たいですよ、みんな見たいです、見たい、見たい、見たい、で、ひとつは、コアラはですね、はい、V ジャンプのね、はい、そうですね、で、V ジャンプ、ペローナは、ダウンロード版の特典になってます、はいはいはい、で他のキャラクターたちは初回特典として、ねはい、そうですね、手に入りますのでね、はいはい、そちらを皆さんチェックしておいていただければと思います、はい、はい、じゃあ行ってみます。ちょっと場所もちょっと海に近いということで、サウザのサニオン素晴らしいですね、いいですね、もうなんかね、戦う雰囲気がない、なんかリゾート感覚、リゾート感覚、リゾート気分ですよ、もう完全には。いやいや、これはちょっと飛ばさないですよ。あれ、サンジが来てますよ、これ。どうするんですか、サンジ。ちょっとサンジどうするんですか、この美女たちに囲まれちゃって、ちょっと鼻血で死んじゃうんじゃないですか、大丈夫ですか、サンジ。確かにな、あ、これ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 ペラオンですね、ですね、はい、じゃあちょっとバトルスタートしていきましょうか、スタート、イエイ。これね、サンジ、これ皆さん、あれ、サンジ、見えますかね、目が、目がハートなんですよね。え、サンジは、え、攻撃すると、はい、これ、うん、ハートなんですよ。全然攻撃当たらない。全然減らないんですよ。対戦アクションゲームなのに、サンジだと全然攻撃が減らない。あれ、食らってる、食らってない。食らってるはずなの。食らってるんですけど、はい、もう全然減らない。ビビタルさ、ビビタル、ビビタルって減らない。まあ、まあ、ボコボコにしていいと。そうですね。まあ、死んでる女は蹴らないですね、はい、かっこいい、いや、かっこいい、なんでサンジらしい、素晴らしい、ね、いや、再現度素晴らしいです、そうですね、これね、サンジが攻撃して減ったらちょっと僕怒りますもん、これ3周通してないですよ、そうですね、追いかけ込むんです、だサンジはその代わり女性には攻撃できないですけど、はい、チーム内に女性がいると強くなる、ね、あー、なるほどなるほどなるほど、そういうキャラクターですね、もう3位がいるってことは2対3ですね、実質。あ、何その負けで負けで言うの。いやいや、2対3でも俺が勝つ、おー、かっこいい、かっこいい、今回はこうステージにオブジェクトを配置してるんですけど、はい、やっぱりワンピースならではのバトルなので、やっぱド迫力さを出すためにオブジェクトを置いて、はい、いろいろアクションを吹っ飛んだりとかですね、はい、これ何これ入るこれ何なんか汚れ、あ、謝るのは何ですか、なんか謝るアクションするんですか、そっから、謝るアクション、あ、あれはニンニンですね、あの技を、はい、L1 と丸ボタン、 L1 丸ボタンを押すと、はい、ってるんですね、はい、これでニンニンってやるとウィーっていう、ああ、なるほど、そういうさっきからなんで謝ってんだろうナミはと思ってっていう、なるほど、なのでナミはどっちかっていうと視覚で戦うキャラではないんですね、はい、なのでナミは先ほどの、はい、技と、サンダートラップですね、サンダートラップを出して削っていくキャラですね、おっと、おっと、はい、正統派ファイターらしい、こちら、こうやって、おっと、おお、はい、おっと、サンジがまた登場。でもこれサンジ、はい、サンジ、サンジが登場。おっとと、おっと、おっと、全部ガンを全部入れて、おっと、おっと、はい。ミスワード出してるかな、ミスワード出してるかな、おお、サージが、サージが文字通りボッコボコです、あとサンジが
三時。三時。三時の愛。三時の愛。ちょっと減るから。ちょっとだけ。ちょっと減るから。いや、あの本当に聞き目じゃないですけど、やっぱコアラね、いい。接近でこんだけ動ける女の子はね、素晴らしい。おー、コンボ。おー、コンボ。おー。これはちょっと。いやー、悪い。いや、悪いか。いやいやいや、これからね。おっとっと。おっとっと。あーっと。あー。危ない、危ない、危ない。間に合った、間に合った。ちょっとね、攻撃の緩めない。危ない、危ない。やべ。おっと。スワンクを使いますね。あ、やべ、ハンコック行く。お、ハンコック。これハンコック使ってませんよ。すみません。あ、でも、やべやべやべ、マシマシ。マシマシ、助けます。何やってるんですか？わかんない、わかんないですよ。今、わざとでしょ。今、わざとわざと。わざとでしょ、それ。俺しか知らないですもんね。おっと、やべやべ、遊んでたね、やべ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 、ここにされてます。そうですね、ロビーはね、ロビーはその遠距離から遠距離の攻撃できますからね、中距離投げキャラみたいな位置づけではあるので。あ、やべ、うわあ、ドーン。あれ、あ、終わった、終わっちゃいました。あれ、ロビン海を大丈夫ですか？あれ、ごめんなさい、ちょっとハンコックね、あれしか見せられなかった。確かにわざとやってんのかと思いました。いやいやいや、あれしか出せなかった。ライバル鈴木の、はい、お気に入る技としてずっと出してる。そうですね、完全に印象悪いな、あれっていう、はい、そうですね。でもやっぱりこう女性キャラがいると華やかですよね。そうですね、やっぱもう男臭い男ばっかり。さっきからずっとそればっかりしたからね。ちょっとやってる、扱ってる方もやっぱ楽しいですからね。そうですね、はい、なのでぜひ皆さんこうね、はい、水着をゲットしてほしい。ぜひですね。ぜひ、はい、これは本当にもう頑張ってつけるんですよ。そうですね、他のやつよりもかなり細かくチェック入れましょう。で、負けるわけにはいかないですよ。おお、油断もしねえ。僕もこれ逃げますけど。やめましょう。やめる。ドーン。戦い方はね、これ最高にしてました。わっ、やばい。遠距離の場合ってどうしたらいいですか？こうやってね、近づく、近づかせないっていうね。あ、そういうなんか移動でもあるんですかね。こういう移動で。やべえ。これでもう逃がさないと。それ、R1 プラス、バツとかですね。やいやいやい、ラードしてて、もうやいやいやい、ラードクラッシュしてるわけじゃないんですね。いや、ラードクラッシュしてます。あ、よいよ、あれ、やっぱコニシロミはちょっと今日強いな。もう一回、もう一回、まあ、確かにちょっとルフィが負けるって、ルフィ負けたらちょっと賞金、注意者さんに怒られちゃう。ちょっとこれ初回得点大丈夫って。そういうふうにでも逃げるのが大事ですよね、ピアフォースに対してね。あれはガードできるんですよね、今の。そうですね、あの糸はガード不能です。あ、糸ガード不能。じゃあ結構ステップを踏むしかない。面積、あ、ちょっとあれですね、ドフラミンゴもかなり強いですよね、そう考えると。ただ今回は1対1でやってるというのもありますね。まだやっぱ相性的にあまり良くはなかったりするんですかね。そうですね、チーム戦だとまた変わった戦い方になるんですね。あれ、大丈夫ですか？全然勝てない。なるほどね、なるほどねって言っちゃいました。なるほどねって言っちゃいました。こういう風に逃げるからね。いや、すごい小西龍明っぽい戦い方ですよね。そうですね、ありがとうございます。勝てばいいんですよ、勝てば。これはね、あ、負けた。おー、総裁、総裁した。総裁って何なんですか？総裁は、あの、攻撃を同時に当てると、はい、あの、お互いがその、ノックダウンをしないで攻撃、あの、そういうふうにちょっと、いうところですね。勝ちました、勝ちました、勝ちました、はい、よかった、よかった、よかった。ちょっと怒られずにすみました、これで。じゃあ、ですね、ここから本番で。ということですね、はい。じゃあ、先ほどのチームの中での、はい、戦い方、はい、ね、体力が減ってくるんでね、はい、
これ行くと。これポイントとしては、まあ、さっきねちょっと1対1だとルフィ1人だとねどんどん減ってっちゃうっていうところがなかなか特徴としてあるんですけれども、そんなことをまあ補うためにそうチーム戦でやると、はい、確かに隠れてる間はライフも減らないし、そうですね、よいしょー、おバンボーンと実際にプレイしてると徐々に減ってっちゃうけれども、そうですね、はい、ある程度減ったところでもしも回復したりとか、あれ戻ればまたそこは回復すると、これ結構ね、こう対処が悪いんで回復ですね、この間にあのそか緑ゲージがどんどん治ってくる、そうですね、しかも今チョッパー入れてるじゃないですか、はい、チョッパー入れてるってことはチョッパーでの回復ってこともできる、チョッパーも回復、あ、薬作ってるし、これ薬作ると回復をすると、あ、そっかそっか、隠れてる2人のキャラクターが回復していく、はい、なるほど、これちょっとおすすめの使い方なんですか、そうですね、よいしょ、でちょっと頭ここに耐えてと飛ばしてから作るっていうのが正しいです、ね、あー、なるほど、ちょっとは全身の力をする、はい、飛ばしている時に作っておくっていうことです ね、なるほど、あ、おっ、投げられた、おー、交代を狙われた、交代した瞬間っていうのは結構ギアフォースを投げれる、ハージェスの範囲広いですよ、投げの範囲、ね、結構離れてても来ますよ、ね、やばいし、さっきのコングダウン、ドライブクラッシュで相手に蹴り込む、結構ドライブクラッシュされるってことはこっちから仕掛けてるのに逆に食らうってことですもんね、そうですね、使いどころ難しいですよね、バーリア、バリアちゃんと防げますね、攻撃と防げ、バリアは基本的にも全部防げるんですかね、そうですね、バリアで、ガールを攻撃的に後ろがもうガラキだぞと、はい、ガールクラッシュも効かない感じなんですかね、バリア、そうですね、弾かれちゃいます、こうやってバリアを飛ばす、ね、あー飛ばす、そうですね、これダッシュで引っ張って、それは本心のね、そうですね、バルトロメオの使い方はやっぱりちょっといろいろこの衣装バリエーションのある感じですね、この衣装ってバルトロメオ使えないからちょっとやばいです、なんでその衣装着てんだって、そうですね、仕事ですって言いながらも、そうですよ、これが見たかったんですよ、これだが、おい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 でもね、フランゴは結構まあある意味ギアフォースに対してはああ相性いいって言おうと思ったのもボコボコボコです、やっぱり、まあ、複数いるとやっぱりそうですね、そうですね、ポイントを見極めて出せて回復もできるしっていうのはかなりいいんじゃないでしょうか、そうですね、戦略的にいろいろね、補う形で仲間を組んで戦っていただけるといいかな、はい、まあ、あとはギアフォースの使うポイントはやはり能力の解放をしているときはライフは減らないので、はい、うまく常に解放した状態でバトルをするっていうのが大事です、なるほど、はい、はい、いやー盛りだくさんな感じでしたね、今回もね、得点盛りだくさんにしてるんで、はい、ぜひ皆さんよくしてほしい、そうですね、はい、はい、まず初回得点の水着女性キャラ、はい、はい、ペローナだけがダウンロード、ペローナがダウンロードダウンロードする場合専用の得点ですね、はいはい、そしてコアラはコアラは V ジャンプの攻略本についてますね、攻略本に、はいはい、ここでしか手に入りませんから、そう、ぜひ皆さん全部手に入れてほしいですね、あとはギアフォースのルフィもね初回得点に入ってできますね、はい、はい、さっき、はい、いい戦い方レクチャー皆さんにしたので、そうですね、はい、超強力でしたからね、はい、うん、はい、っていうために戦っていただければと、皆さんこれで楽しんでいただけるんじゃないですかね、はい、ただね急に真面目なキャラだったね、そう急に真面目なキャラ、ね、ただねまとめに入ってますけど、はい、実はまだまだ隠してることがありますからね、そうなんですよ、はい、これはねちょっとまだ本当にオープンになってない情報ですよ、今見てる皆さんにも、うん、こちらね4月18日売りのですね、はい、週刊少年ジャンプ20号で大発表されちゃう、はい、ことなんですけれども、これまたこの日にその動画をアップしたいと思います、はい、はい、上げちゃいましょう、上げちゃいましょう、発売前最後のそうです、ね、最後の大ニュースですよこれは、はい、そしてすごい動画になりますよこれまた、はい、ちょっとね楽しみ、溜めちゃったこれ、はい、もう僕もすごいこれ楽しみにしてたね、はい、ニュースなのでね、ちょっと本当にもう何と言ってもいいかわからないぐらいのもう本当この熱意が伝わればいいなと思いますけれども、はい、はい、
はい、じゃあ今度は4月18日にお会いできればと思います。バイバーイ、バイバイ。ルイジャンプチャンネルご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらからお願いします。スマホの方は概要欄から、よろしくお願いします。